ゆうこちゃん、ああ付き合いたいよ。よし、今日は告白。髪型もバッチリ。ダル、せっかくセットしたのに。お前にそれは似合ってねえよ。ダル、別に陰キャは髪セットするくらいいいやろ。お前にはね、これがお似合いなんだよ。やめろ、おい、やめろ、やめろ。ええやん、めっちゃええ髪型なっとるよ。おめえにはこれがお似合いだよ。じゃあ、ずんねえ、お前にはこれがお似合いだよっつってぐちゃぐちゃにするかと思ったら、本当にお似合いのやつにしてくれとる。ちょ、何してんの。お前にはコンタクトの方がお似合いだよ。ありがとう。ありがとうじゃないよ、おる必要ないよ。俺コンタクト持ってないのぞ。ムカつくな俺。なんだごめん、お前ムカつくから罰ゲーム。この変な見た目で告白してこい。ずんねえ、絶対これ告白応援してくれてるやつ。よし、じゃ行ってくるわ。ゆうこちゃん、付き合ってください。え、ゆうこちゃん、声低くなった。まあでも、可愛いよ。あ、ゆうこの双子のゆうきです。え、わ、きます。メガネもおられてコンタクトもないけん、視力悪すぎて見間違えちゃった、ごめんなさい。あ、ちなみに今どんな気持ちですか。最後になります。てか誰、もつ鍋です。え、俺観光名だったよ。え、ほんとに。え、マジ観光名だった。え、キンプリ3人抜けたけんさ、キンプリちょうだい。あ、ちょ、やめとこ。あ、炎上するからこれちょっとやめとこ。え、一生お姉ちゃんから OK するから。マジ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 。え、そうやな。おい、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 つけてください。無理。え、なんで。いや、お前ブスやん。え、いや、ゆうくんとカツタシのおかげでだいぶイメチェンしたんだけど。ゼロに何かけてもゼロやろ。最後のです。いやでもドリームだからこれがいいんだよな。また告白しよう。ぼっちの冒険ミンヤツだろうなー。